戦いの真っ只中において感情なんて邪魔になるだけだ。俺はお前から学びたいんだ。戦うのは怖いから脅迫者に屈すると。私は民を守りたいのです。王家の血を守ることは無用の戦いではありません。あなたは心に穴が開いている人ですね。怪獣たちを使って宇宙を混乱させてる奴がいる。手を貸してくれ。アスカ。夢の彼方へ希望の力。光星ウルトラマン。森脇翔平さんですが、脳や神経には異常は見つけられませんでした。もしかすると心の方に問題があるのかもしれませんね。あ、待て。なっちゃいないぜ。変われ。え？いいから変われ。あ、もう壊さないでよ。自覚がなさすぎる。もう少し背後にも気を配っておけ。サポートありがとう。サイキって野郎の基地がどれか分かるか？あの大きなタワーだよ。本当に吐き気がするよ。野蛮な暴力を正義だと履き違えている連中にはさ。あ、侵入者、侵入者。ほう、ほらほら、きっとこいつらも野蛮だよ。あ、どうする？マイフレンド。はあ、よし。何をやってるんだ？
早く隊長に事情を聞かなきゃ。潜入のルールを知っているのか。ほらほら、早く行くよ、師匠。師匠、なんだそりゃ。やれやれ。ねえねえ、どうするの。野蛮な連中だが、挨拶だけはしておこう。挨拶？私はどんな時でも礼儀正しく生きたいからね。ほら、クイーンも挨拶は大切だってさ。人の気配が全くしないね。静かすぎる。おい、それを口にするとろくなことにならないぞ。銃口震えてないか。ちゃんと人一倍の訓練は受けてます。心配ないよ。その言葉信じてよ。そんな目で見るな、照れくさい。さっきはすいませんでした。俺がヘマしたばかりにアスカさんに迷惑かけてしまって。まあ、ウルトラマンになって最初はそんなもんだろう。名乗り遅れました、ガイと申します。よろしく。怪我は大丈夫か。大丈夫です。どうした。ジャグラたちが。言ってないでさっさと隊長を探せ。ここは俺に任せ。その言葉信じてやる。守るべきものを守れないような俺が選ばれるなんて、本当広い宇宙には不思議なことだらけです。手にした力の意味を頭でいくら考えても答えなんか見つからねえぞ、ルーキー。もし微妙に外れた感じ、隊長だ。我らカノンコノエ隊。リカ、ミコット来ると思っていたぞ。本当にアマテ様の暗殺を。全くの濡れ衣だ。雷郷将軍は俺の存在が邪魔だったんだ。雷郷は俺を捕らえて、俺の偽物を仕立て上げてアマテ様を襲わせたんだ。騙されるな。
俺を信じてくれ。ミコット。その言葉、信じます。今すぐカノンに連絡を。はい。師匠。あ、あんたのおかげで隊長に会えたよ。クグツが解毒された。アマテ様に感謝しなくては。シャグラ、師匠、ダメ。まさか俺が操られてたんだ。仕方がない。本当に乱暴な人たちですね。ハロー、ヤバ人。神楽以外はお初にお目にかかります。最近、今から自己紹介しようと思ってたのに、しわれだな。そういうとこと乱暴で野蛮なところは直した方がいいと思うよ。何言ってんだ。私がこの宇宙を平和に導こうって話をしてるんだけど。話がしたけど姿を見せろ。その態度、頭が痛くなりますね。もう限界です。おい、逃げやがった。逃げたんじゃない。素材庫はどこだ。追うぞ。ワープ設定完了。あいつら追ってきてるよ、生意気。こちらこの辺隊、スザーク隊長のシンナだ。大至急この通信を女王執務室につないでくれ。こちらこの辺隊、スザーク。
ジャミングか。おい隊長、こっちもワープするぞ。はい。なんだ、ワープエンジンにダメージ。再起の仕業だな。隊長、飛ばすから何かにしがみつけ。歯がゆいな。カロンに着くまで何もできないとは。うん、なんか懐かしい味がするな。似てますか、アスカさんの故郷の味に。うん、どんなに遠い星で生まれても結局みんな同じものを求めるのかもな。あんたに何があった？説明お願いします。雷郷将軍にはめられ囚人惑星送りにされそうになった俺は護送船で騒ぎを起こして脱走した。ほら、アマテ様を守りたい一心だった。だがカノンに戻ろうとした矢先、俺の脱出艇はベゼルグに襲われ、気づいた時には。サイキ、お前はアマテ様の血をどうするつもりだったんだ。戦神となる者の血を検査してみたかっただけだよ。それって命の木の種かい？もし本物なら貴重だよ。だってクムツを解毒できるんだからさ。え？神羅君はカノンに返さない。だって君がアマテちゃんに会ったら彼女が戦神になろうとするのを止めちゃうだろ。奴の本当の目的はアマテ様、いや戦神だ。戦神？世界は変わる。闇と光が、クイーンと女神が出会うとき、世界は変わるんだよ。どういう意味だ？ベゼルブを使ってカノンを脅迫してきたのはアマテ様を追い詰め戦神にすることが目的。早く伝えなきゃ。俺が先に向かいます。ちょっと待て、俺たちにも体力の限界がある。アスカさん、その体で繰り返し変身するのは無茶だ。無茶かもしれないけど無理じゃない。お前に大事な仲間がいるように、俺にも頼りになる奴がいるんだよ。なるほど、かなりまずい状況だね。惑星カノンは怪獣たちに包囲されているらしい。それを突破して僕が女王様に会う。彼女が戦神になるのを止めてくれ。これがテレパシーってやつ？頼んだぞ、ウサシ。分かった、僕なりにやってみよう。翔平、退院したんだ。検査結果。翔平、食べるか。おい翔平、翔平、翔平、翔平。
星カノンの皆様、今宵いかがお過ごしでしょうか。譲歩の提案は受け入れられなかったと判断いたしました。よって当初の要求通り女王を差し出してください。さもなくば夜明けとともに総攻撃を開始します。破滅を告げる太陽が昇るまであとわずか。全面攻撃に備えよう。総員戦闘配備。はっ。それと女王には戦神になっていただく。でも浄化できない。ガイは実戦の中で信じられないスピードでどんどん強くなった。戦神とクイーンベゼルブが出会い争うことは民に災いをもたらす。今民を助けられるのは戦神だけです。美しい夜明けだ。